はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション続きをやっていきたいと思います。さて、あと2時間しかない。ちょっと先にイベント会場行きまして、開けますかというか、あと2時間しかないんだけど、これをまず開始します。二重ダイヤが持ってかれた。そして、これ作っちゃったんで収めます。これも収めます。収めます。で、テントムシもいるんで、テントムシも収めます。で、とりあえず作れるものだけ作っていく。ちょっとね、これが欲しいんだけど、まあ、最悪これ、10個でもまあ、ありかな。いや、でも本当、すみません、これは、個人的な体感としてはさ、時間、まあ、スタートしたのがちょっと遅かったからな。何時間あったって感じなんだよね。多分、2日だったのかな？プレイできる時間としては。2日あったと思うんだけどね、自分始めたのが遅かったんで、体感としてはもう2日ない、1日半ぐらいしかなくて、1日と6時間かな、それぐらいしかなくてさ、マジでどうしよう。まずキャベツまで作るか。キャベツまで、まずはキャベツ。体力が。キャベツより上に行くべき？あ、ちょっと待ってね。キャベツより上に行くべきか。これはね、収めたいね、さすがに。これが結構きついんだよね、カゴ入りの野菜。先にジャガイモやるか。ジャガイモをね、ジャガイモを収めよう。ジャガイモ何個いるっけ？ジャガイモが、あと1個で、人参に、カブ4。あ、そう。これコメントで教えていただいたんですけど、これおそらくセロリではないかと。セロリではないかという、この、レベル、いくつだっけ。カブの、上のやつ。あ、株の上の、キャベツの上の、この6のやつかな。ネギって書いてあるけど、なんかセロリっぽいというお話。セロリもあんまりね、自分実は生えてる様子よく知らないんですよ。あ、どんな姿でこれ、生えてるんだっけなみたいな。まずセロリをお店で買おうと思ったことが一回もなくて。たまになんか、いただくことがあって、それはなんかもう、茎だけになってるから、セロリの葉っぱみたいなのは知らないんですよ。まあ、とりあえず、で、人参、カーブ。で、これできないと思ってたら、このできましたんで、鶏。2シート目じゃなくて3シート目でもう精一杯かな、さすがに。4シート目は無理でしょう。
無理でしょう。行けた人はいるとは思うんだけど、結構きつかったのでは。だからちゃんと初日にささっと始め、初日のさ、スタート時にさっと始めれたら、もうちょっと違ったかな。まあ、これも定めよ。人参収めてくるか。人参。かぶ。まあね、このコイン1枚でもこれ結構レアだから、結局やる価値はあったかなっていう気はしてるんだけどね。うん。さて、まだセロリっぽいネギ、ネギって言い張ってるから、まあきっとネギなのかな。あのセロリっぽいネギをせめてあれは収めたいよね。ちょっと待ってよ、ちょっと回復してくるか。これね。あ、でも24秒。ちょっともったいないな。一回行ってきますね。あと15秒。ムービー見て回復してきてもいいけどね。ムービーシーンをカットするのが、とにかく。いや、もうそれぐらい、ね。大した作業ではないんですけれども。ないんですけれども。その後のレンダリングと言いましてね、なんか違う呼び方で書いてあるところもあるけど、その保存する行動みたいのがあって、保存するその作業が、それが時間かかる。こう少しでも変化を加えたらね、動画というのはなんか一回保存をし直さなきゃいけないんだよね。それがね、時間がかかるという。もうね、わずかにも1ミリでもね、変更を加えたらばね、動画というのは、そう、保存し直さなければ。でも別にいっぱい変更を加えても、保存時間は一緒なんだけどね。がっつり編集しても、ちょっとだけ手を加えても、その保存し直しにかかる時間は一緒です。基本的には。一回も来いとこよ。今無駄な時間を過ごした。まずはね、セロリっぽく見えるネギを作ろう。ネギ、ネギじゃない。ネギかな。ネギ。うん。呼び方が安定しない。ノームも一応あと1匹というか1人というか、ノームの数え方の単位って何ですか？ 1 人でしょうか？ 1 匹でしょうか？ 1 体でしょうか？一応人なのか？妖精？妖怪？妖怪じゃないな。妖精みたいな扱いではないかと推測するのだが、いかがか。そうなると妖精みたいな感じだとしたら、一体とかになるのかな。はてさて。ちょっとあまり脳無事情に、世の脳無事情に詳しくないので、全くわかりませんが。あと一人？あと一体？できないかな。レベル5が。ちょっと待ってね。収めていこうよ。まず株はもう収めちゃう。株。よし。これで、このな、マックスのカゴ入り野菜かな。これきついよね。到底気軽にできるやつじゃないもんな。もう、この、覚悟を持って臨まないと作成完了しないやつだからね。
てか、あれ、惜しまれるな。これね、デボラさんに、この、シート3ができる前に、もう収めちゃってたんだよね。それまではね、ちょっと入れてな、収めてなかったんだけど、まあ、ちょっとスペース取るから、デボラさんに収めとこうと思って。デボラさんに野菜を、カゴ入りの野菜を収めたら、まさかのシート3でね。シート3で出てくるっていう、そういった状況なんですが。ノームはできましたね。あとはもうひたすら野菜だけ。いやー、このシートをやりきりたいんだけどね。結構厳しいよね。とりあえずネギができたから、ネギができるからネギを収めるか。今ちょっと固まったな。怖いな。とりあえず、とにかく、ネギあと何個？あと2つ、3つ？いや、でも、カゴの野菜とか考えると、結構きついかなーなんて。体力もない。何もない。ちょっと待って。じゃあ。回収してこよう。50体力。ネギ。ネギ収めてくるか。いや、待って、ネギ合成したら、いや、待って、まだ7か。ネギ合成しても7か。ちょっと頑張る？ネギ、あと2ついる？マックスまで。ちょっと考えながらやるか。ちょっと考えながらっていうか日和ながらやっていきます。日和ながら。ちょっとできなさそうだったら、このね、ネギのまま収める。ネギというか、セロリというか。テントウムシ。作るか。枝。あんなにいっぱいできていた畑。今や。まさかこの畑が足りなくて苦しむことになるって全く想像してなかったな。だって明らかに音質が出づらかったもんね。畑が足りなくなると。
このタスク終わったらまた余るのかな。そんな気がする。よいしょ。ちょっと今もったいなかったかも。6ダイヤだったもんね。ちょっともったいなかったかな。もう一個。あ、でもまた20秒か。この20秒ってのがね、半端なんだよね。ちょっと待つか。ちょっと待ってよ。そうで、無限を用意しといたんでね、無限を使おうかと思ってるんだけど。使おうかと思っているんだが、そうで、盤面がもうちょっと整理されたらね、これを開けたいっす。あ、いつの間にか回復していた。よいしょ。じゃあ回復していきますか。まずは。で、一刻も早くね。いや、でも野菜マックスな、厳しいよね。どう見ても。そう、どう見ても厳しい。今のこの状況で。無謀な戦いだと思ってる。とりあえず作れるところまで作りたい。よいしょよいしょよいしょ。待ってよ。5、6。いや、でも、あと1個、キャベツができたら、いけるじゃんね。三河弁が出たけど、いけるじゃんね。あ、そうか、これ待機時間あるんだっけ。もう、そのようなことももう、意識から吹っ飛んでいたが。これは頑張って作るべきなのではないだろうか。問題はさ、スペースが結構厳しい。あ、違う、キャベツもう一個だ。キャベツもう一個だ。わ、下の虫とかすごい今邪魔だと思ってる。いや、いつか入れるようになるかもしれないけど。で、キャベツもう一個でいける。いける。キャベツもう一個でも結構厳しいっちゃ厳しいな。ちなみにユリスさんのこのアジサイっぽい花は未だに手に入っていません。まあ、あれから花多分1個2個しか作ってないからね。1個2個でちょっと心が折れまして。花出ないじゃんと思って。いや、一個二個で出ないじゃんとかね、そんなぬるいこと言っとったら笑われますけどね。ああ、よしよしよし、マックスできたんで、やっと収めるか。
これ。じゃあ、あとは、ネギ？ハテナ？セロリ？ 2 個。キャベツ2個。これどうしようかな。4ぐらいで止めとくのがなんか、いい気がするんだよね。ちょっとぎゅうぎゅうになってきたら考えるか。やけに脳無出るな。この間もなんか全然出なかったんだけどな。うん。驚きの。どうしようかな。無限使って、無限使うほどか？いや。回復行ってくるか。はい。回復してきた。いや、でもあと2時間ぐらいか？ 2 時間くらいで、このシートはギリ終わるとして、このシートは終わるとしてだ。4シート目何があるんだろうね。ああ、ほんとは4シート目行きたかったんだけどな。何もかも。スタートが遅かったのがいけなかったな。でも結構それでもきつくない？いやいやいや、待って。よく考えて。いや、さすがにさ、4シートあるんなら、3日は欲しくない？いや、もう、もうちょっと言うと、もう1シート、もう5ダイヤ使った。1シート、につき、1日欲しい。シートの内容ってみんな一緒なのかな？それともさ、いや、一緒だよね、さすがに。もういろいろ疑問が出てきてしまう。いや、でも多分、シートの内容は、あんまりメインの進行とは関係ないと思うので、おそらくみんな一緒だと思うんだよね。じゃあきつくない？みんな みんなきつくない？この。このね、今回のガレージ美化計画はね、ちょっと比較的きつい気がする。比較的ね、別に、格別ね。格別死ぬほどきついかって言われると、まあ内容はそこまで鬼じゃない。期間が短いのがきつい。期間短いとね、この辺はもう豆にログインできる人がね、有利になってくるんですよ。あとはまあ無限とかがお手持ちである方。無限はあるんですけどね。どこで使うかって結構悩む。ノーム、3、4あたり使うイメージあるんだよね。ヤモリ、ヤモリかわいいが、かわいいが、スペースがきつくなってきた。もう一個作る。野菜畑をワンモア再び。ちょっと待って、フィールドがきつい。これヤモリまたな。ノーム、ノーム多分、
4とか使う気は、まあ、5にしてもいいかな、ギリ。ギリ5。これより先は待ってくれって感じだ。ちょっと待ってね。ネギ、セロリ あと何個？あと1個。あと1個。だけどキャベツもいる。畑足りないな。この状況でね、ノームがやけに出ると、ちょっと不思議な気持ちになるな。よいしょよいしょよいしょ。頼む、野菜どんどん出てくれ。そうそう、時短を使うべき？よしよしよし。いざとなったらね、経験値とかお金を回収すればいいんだけど、ついね、ケチってしまっているんだ。もうちょっとだけってね。一旦、いや、でももうこの時間で、このシートはクリアしたいんだよ。いや、でも、待って、いろいろ使った。いろいろ使ったさ。無限は、後で考えようと思って。箱開ける？この宝箱。開けてもいいかなって思ってるんだけどね。箱開けるか。たまにね、こうやって体力出るから。ちょっと待ってよ。まずこれ。しまう。まあ、これは回収かな。そうね、このコイン1枚やめて、やめて、これだけは。それだけはやめてほしい。ほんまに悲しくなる。コイン2枚もちょっと。ちょっと待ってねって気持ちになるよね。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。それそれそれ。待ってたのは。おお。まあ、いいか悪いかで言うと、ちょっといまいちかな。仲間同士まとめると、こんな感じか。あー、何も入らない。これちょっと期待してしまったな。40エネルギーだけ回復しとこうか。行ってこよう。で、畑をもう一個だけ。待機になったし。待機になったし。どうするかな。使うか。時短ブースター。はい。で、こっちのね、畑から。すでにある畑から。せっせと回収するんだ。ネギが、ネギカッコセロリが、あと1個でいい？
あと1個いるな。で、あとキャベツが、キャベツできるよね、さすがに。この回復で、キャベツができなかった場合、悲しい顔になるよ。それぐらいしかできることは。脳無が増える。やっぱちょっと泡の確率高い気がする。脳無率もなんだか高い気がする。よいしょ。そろそろ音質の方もなんかしたいよね。なんかしたいね。じゃあ、とりあえず、ネギを収める。ネギかっこセロリを収める。で、キャベツを収める。で、もう一個キャベツが欲しいんだけど、もうちょっとなんですが。もう少しなのですが。これ使っちゃう？この後エネルギー出る予定ってある？あ、でも25でひょっとして出るかもって感じだね。出るね、25までいくと。じゃあこれは取っとくべきだな。そうなると、もうちょいエネルギーを用意しとくべきだったな。ちょっとここで無限を使うのは、ちょっとあれなんで、これ使っちゃいますか。じゃあね、この、もう瀕死で手に入れたこのエネルギーを使って最後のキャベツを収めます。はい、で次が4シート目がちょっと見ていい？ちら、あ、無理。無理。斜めでパプリカ、縦横。いや、そんなによくなくないこれ。まあ、パプリカ2はちょっと嬉しいけど。B カード欲しいけど、でも、未だに1回も出てないさ、この花カッコレア。これ、持ってかれるのは相当きついって。B カードが欲しいけど、ちょっとこれは無理。かな？無理です。あと2時間しかないし。というわけでね、残りは、普通にね、この、彼らが求めるアイテムを作っていこうか。もうたまたまかもしれないけど、この2人は今野菜なんだよね、求めてるものが。で、ユリウスさんは花ガチャしないといけないし、でも花ガチャが全然ね、全然出ないですよ。ちょっと一回だけやる？花ガチャ。花ガチャやろう。もう残りは収めないから、スルーです。あ、特に花ガチャで未だに出ないものが収まるわけがないんだよ、今から。そこのとこよろしくな。じゃあ花ガチャですね。これはね、次回までにやっておきます。まあ、とりあえず体力もなくなったことですんで、ここまでにしとこうかな。
で、この、ちょっとアイテム、後ろの方に多分ね、このブレスレットとか、メダルとかがあるんだけど、今出したら盤面が大変なことになるんで、ちょっとこれはね、次回以降でうまく、なんとか、さばいていこうかなと。いや、でも20ダイヤ、20ジェム使って、ちょっときついかな、やっぱり、これは。斜め揃ったとしても、パプリコレベル2だと、それほどかなって感じだもんな。そんなに美味しくない。どっちかというと、このブレスレットの方が美味しいよね。どう考えても。個人の感想です。この辺は。というわけでね、今回はここまでにしますかね。だいぶ寄り道しましたけど。なんと、マージマンションに TikTok アカウントができました。涙ありや笑いあり、そして感動あり。プレゼントキャンペーンも現在準備中。私、TikTok もインスタグラムもやっておりませんので。多分、登録しても、多分見るものあんま自分的にはなさそうだし、いいかなっていう。というわけでね、もう連絡通路がまだまだ進みませんけれども、もうこれはイベント後にまた進めようかね。というわけで、まあ、畑の様子まだ進んでいませんけれど、まあまあ頑張りました。というわけで今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。